パーサナルトレーナーのゆうじです普段僕はジムで見ていていろんな人を見ていてそしてまあ僕の目の前でトレーニングをしている、ね、お客さんを見て腹筋において結構ねありがちな間違いというのがありますこれがね本当どこまで行っても後を絶たないというか もうこれはね、今日はね、ここでしっかりね、頭の中を整理して身につけてほしいと思いまして、その腹筋でありがちな間違いをしないでほしい。そして正しく腹筋に引かせて、腹筋をね、しっかり覚醒させるもうここを使ってね、めちゃくちゃ使ってるぞというぐらいに目を覚まさせてほしいので、まあその何が違うか、そしてどういう風にすればいいかということをね、最後までぜひ聞いてください。 まず、ね、ありがちな間違いというので、まあ、あのシットアップっていうのがありますねジムでは結構シットアップをやってる人が多いです。シットアップはあのだいたい今あるベンチではここにね足をきっかけるような形になっててそれでまあちょっと今これできないですけど。 こうやってかガッとこう起き上がる、まあ、腹筋っていうのを結構上まで起き上がるねこう押さえたって上,上まで起き上がるシットアップってのをやりますけどまあこれ自体も正直何のためにどういうふうにやればいいかというのは分かってない人が多くて今のただ起き上がってるだけというシットアップもかなり間違いということなんですねであとまあクランチで、ね、まあ僕がねいつも説明しているクランチでもこういうふうにやってる上がってるだけの人っていうのが多いです これももう完全に間違いなんですね。こういうのももう完全に間違いで、なかなかお腹に効いてない。で、いつまで経ってもこの状態っていうのは結構あります。それから、レッグレーズの方も、レッグレーズの方も、この足をこうやってね、持ってくるのに、だいたいこういう感じの人がやっぱり多いですね。まず、本当にもう全然こういう感じ。あるいは、まあちょっとこういう風になってしまう。という人もまあ多いですね。で、これ、まあ腹筋になかなか効いてない。 大きな間違いになってくるわけですけども、これなぜこの間違いが起きるかというと、まあ表面的なイメージだけで考えてるからです。その表面的なイメージを真似するだけでやってるから、まあ間違いが起きてしまうんですけど、まあ今の何が間違いか、なぜ間違うかということをね、今から説明していきますね。まずね、腹筋運動というのは何のためにやってるかということですよ。まあ腹筋を鍛えるためであります。腹筋をしっかり形作り強くする。まあそのためにやってるわけですけど、そのために何をしなければいけないかというと、基本的には今の動きだと腹直筋に 負荷ををかけて伸て伸縮縮めばすととというここさせることなんですけれども、まあ、ここの部分が分かっているようで今の動きではできてないということ。こちらはね、ちょっと腹筋の図を見てほしいんですけれども、まあ、腹直筋というのは、このように縦にずっとね、縦にまっすぐ走ってるわけですね。太いのが縦に走ってます。でこれが肋骨のところから恥骨のところまでまっすぐずっとつながって走ってるわけですね。でその 肋骨とこの恥骨の部分を近づけるということが収縮するということ。今度これを引き離して伸ばすということが伸びるということですね。だから腹筋をする腹直筋を鍛えるということは、今のこの腹直筋を縮めて伸ばすということであって、そうするとこの恥骨と肋骨を近づける、離す、近づける、離す。 という、まあ、これが動きのメインになってくるわけですね。そうすると、そこを縮める、伸ばすというふうにやっていくと、この胴体が基本的にはこう丸くなる、折れ曲がる、肋骨が中に入る、そして今度はこれが伸びてきて体がまっすぐになるというような動きというのが基本的には動きのメインになってくるわけですね。じゃあさっき言ったそれぞれの何が間違いかというと、まあ、シットアップ、ちょっと本当にここでは説明しづらいですけど、まあ、足をかけてやるシットアップの場合、こう、 基本的にはこうやって全部を使っていくという形になってきて大腿四頭筋ここの中の大腰筋それから腰そして腹筋これら全部を使って起き上がるということになってしまうので、まあ、腹直筋だけを使っているにはす,すごく薄くて、まあ、多分やってる本にも腹直筋に力が入っている負荷がかかっているのをあんまり感じないで。 多分、この辺に感じながらやってることが多いということ。それから、下から上がってくる場合には、腰のね、反動もかなり使ってくる。脊柱起立筋を逆にグッと使ってくるので、それもあるので、もう腹筋を使ってるのはもう4分の1、5分の1、6分の1みたいな感じになってくる。で、しかも一個反動を使って上がってくるので、あまり腹筋をやってるイメージはないと思うんですね。で、実際、あの、シットアップの場合、まあ、やるとしたら、やるとしたらさっきのね、肋骨と恥骨を近づけて折り曲げて、これもち、 縮めて固めたままの状態で、ほぼ固めたのを意識して縮めたまま縮めたのを意識しながら、それ以外のこの辺の筋肉が伸び縮みしていくという感じ。それをゆっくり、そーってやっていく。それを一番下まで行かないで、 多分途中ぐらい、途中ぐらい、このぐらいで固めておいてそこから起き上がるというふうなシットアップにした方がまだいいということなんですね。ただそれを固定するのがすごく難しいので、まあ僕はね、あんまりね、あの、あまりというか、ね、基本的にパーストドリングはほぼ全くシットアップをやってもらうことはないですね。そしてクランチですけれども、クランチのさっきの間違いというのは、要は、あの、あ上がらなければいけない、起き上がらなければいけないということで、この、ここが動くね、この点、ここが動くという感じになってくる。 ここが動くというふうになってくると当然これ今首の筋肉を動かしているだけになってしまって全然お腹の収縮ではないということお腹の収縮が多分10分の1ぐらいしかしてないみたいな感じなんですねでこれは全然いらないということでさっきの腹直筋を伸縮させるこのチコ骨と骨盤を近づけるというと、まあ、押して骨盤を上げてこれを上げておくそしてその中で 背中を下ろして、この背中を上げる。だからこの時点で、お尻と背中の両方が上がってさえすればいいということで、首が動いて頭が上がる人は一切なく、このおでこを上げるイメージは一切持たないということが大事なんですね。だから逆にあの動く範囲を制限した方がいいです。動く範囲を制限する。ま,あ、まず、あの、ベンチがあるなら、この上に出てやる、 上、肩甲骨上に出るハイパークランチの方が分かりやすいんですけれども、肩甲骨上に出してあります。で、動きをあえて制限してやる。制限してやるっていうのは、まあ、このお尻を浮かすことで常に負荷をかけた状態を作ってあげる。で、このおでこを上げるというのを一切なくす。一切なくして、背中を上げるだけ。背中を上げるだけ。そうすると、おでこを上げるという感覚をゼロにすると、運動範囲結構ちっちゃくなります。多分、今までは結構ガッとこのように起き上がったのが、 ちっちゃい方多分こんな感じのちっちゃい感じになると思います。でもそれでいいんですよ。運動の範囲を制限してちっちゃいこの範囲のみやっていく。という、この繰り返しなんですね。で、それの中で息を吐き切る。全部吐き切る。息を吐き切って、そして薄く吸って、息を吐き切って、薄く吸わないとこれが息を思い切ると、とこう戻っちゃうから、薄くしか吸わないということ。そして息を吐き切った後で、いちい止めてゆっくり。 息を吐きて、一2、ね、ゆっくり上で止めるということ。で、これをあの繰り返していくわけですね。運動範囲を小さくする、ね。今までこれぐらい上がってたのをもうこれぐらいする、ね。ちっちゃくしながらもしっかり腹直筋の動きだけ、この範囲のみをやっていく。で、それをやっていくと、う、痛、きつっていう感じになるわけですよ。15回か20回やっていけば、まあ必ずなります。で、それでいいんですよ。 高く上がっていかにもやってることで腹筋が鍛えられるかというとそうではなくて運動範囲を制限しても腹所筋だけでやってる方が動きがちっちゃくても息を止めて吐きと止めるこんなちっちゃな動きを15回繰り返していくだけで腹筋がぐっと痛くなるんですね。でその痛いきついというのをまず感じるということ乳酸が溜まってね痛くなるんですけどそれを感じるということ。 でそうすると、よりね、この感覚、もうここ痛いという感覚がありますから、今度はここを動かしていけばいいというのが分かってくるんです。でここと頭が繋がってくる。今度は頭からこっちに出して、尻令を出して縮めるということはもっともっとうまくなるんですね。だから、運動範囲にとらわれず、自分がね、上がってる気がしない。というふうに動いてる気がしないっていうふうには言われるんですけど、ちっちゃくてですよ。でもそれを続けることによって、 ここに痛みを感じる、きついというのを感じる。これを3セット4セットまやっていくわけですね。それを繰り返しやっていくことで、どん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 筋力がついていくので、最初は運動範囲が小さいけれども、1ヶ月2ヶ月すれば筋力がついてきますね。そうすると、ここがぎゅっとね、しっかり収縮できて、筋力が高まってくれば、 おでこを上げることなく胴体をこれぐらい折り曲がるわけね。今僕の首あんまり動いてないでしょ首動いてないでしょそれでもこれだけ胴体が折り曲がって背中が上がってここまで収縮できるようになってくるんで、まあ最初はそこまで上がる必要はないですけども、肝心なこととしてはおでこを上げない。動く範囲を制限する。そしてここだけに集中して痛みを感じる。この繰り返しをやってください。レッグレーズも当然同じです。レッグレーズも当然同じで、 ま、背中を丸めてこっち上げることによって負荷をずっとかけ続ける。そして足を振り回す。このあたりを振り回すイメージを持たないということ。あるいはこの膝を引っ張ってくるイメージを持たないということ。この先を振り回してくるイメージを持っていると、基本的にこのもう反動で上も全く止まってない。こんな感じになってしまう。それから、膝を引きつければとにかが来た感じになるから、こういう風になってしまう。全然お腹の収縮になっているわけで、この股関節の収縮になってるんですね。股関節を折り曲げるというのは基本的にいらないんですよ。 さっき言った、コ骨と肋骨を折り曲げるというのは、ここから、お尻が浮く。ね、この、お尻が浮くっていうのは、この、押していくチコ骨がこっちに近づいてるでしょ、こっちに。これが必要なんですね。これが必要なんですね。この状態。お尻が浮くという感じ。なので、この、股関節の折り曲げっていうのは、基本的には入れなくていいので、これも運動範囲を制限してほしいんですよ。運動範囲を制限するっていうのは、ここから、ここまで上がらなきゃいけないわけではなくて、上がらなくてもいい。これがね、この辺でもいいですよ。 この辺でもいいから、お尻が上がってる方がいいですほら。ここから、こ、この辺まででもいいから、お尻が上がってる方がいいですここまで来てても、膝が曲がって、小松が曲がって、今骨盤全然浮いてない。これ何にもならない。逆にその手前で、お尻を浮くような、こういう腹筋をした方が、腹直筋は使えるわけですね。だから、レッグレーズの運動範囲を制限していいです。垂直より手前。垂直より少し、 手前でで止めるる。イメージで骨盤を浮かせる、まあ、最初はこれもね多分あんまり浮かないです浮いてる気がしないと思うんですけどあえてここまで持ってくるのをやめるということね。運動範囲を制限して息を吐き切って止める12ゆっくり運動範囲を制限して押して持ち上げてるイメージをやっていく12その範囲でいいからごまかしを使わないで12この方向に行くイメージを持って力を入れ続ければ 必ずお腹もこれもね、うっ、痛、きつってなりますから、まあ10回から15回やっていけば、その痛みを感じる。これも同じことね。痛みを感じれば頭とかね、この神経が繋がってきますから、まあそういう感じで腹腸筋が縮んでる伸びてるイメージをすること。それからそこに負荷がかかり続けていることを感じること。そのために運動範囲を制限することね。頭とか足を上げすぎないと。その中で呼吸をしっかり吐き切って止めること。 で最終的にそれを続けることで痛みを感じていく。で、その繰り返しですね。もうね、それをやっていくことで腹筋はね、確実に強くなってきます。それが強くなってくれば、もっとね、正しい動きができるようになって、しっかりこの折れ曲がり、お尻が上がってる、背中が上がってる感じがもっと作れてくる。そうすると、しっかり腹筋が出来上がってくるということなんですね。この順序を間違って、表面的なところだけやってると何も変わらないです。正直言って3年、5年経っても何も変わらないので、 今、この時から腹筋のやり方でももう一回改めて、最初ね、2、3回ずはかかると思います。だけど、今言ったような感じで頑張ってほしいと思います。そうすれば必ずね、腹筋が、腹直筋が覚醒して、どんどん変わってくると思いますので、頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。